塩、田平塩潮田平の民話塩田平の民話は、長野県東新地方の沿田平に数多くある、ため池の造成由来する民話である。支度池の名前の由来は次の通りである。この池が作られた当時、水漏れにより十分に水を溜めることができなかった、ため池を回収することが決まった。その際に、池の土手に誰かを人柱として捧げなければ、 水が止まらないとする風雪が広まった。九時により、村外れの一人暮らしの美しい娘が人柱に選ばれたが、この娘は人柱に選ばれたことを苦にし、人柱になる前日に下を噛み切り池に身を投げて、自ら命を絶った。それ以降、この池は、下くえ池と呼ばれるようになった。昔、高台池に、河童が住んでおり、池の土手に繋がれていたお百姓さんの馬を、 カッパが池に引きずり込もうとしたところ、馬は驚き逆にカッパを馬山で引きずってしまった。カッパは頭の皿の水がなくなったために動けなくなったが、カッパはお百姓さんに助けてくれれば、家に祝い事がある時にお膳を用意すると約束し、お百姓さんはカッパを助けた。約束通り、カッパは家に祝い事がある際には人数分のお膳を用意した。 しかしある時、隣のおばあさんがお禅を隠してしまい、お百姓さんはカッパにお禅を一つだけ返せなかった。それにより、カッパのお禅は耐え、おばあさんの家は不幸な目にあったという。小島大池には次のような話が伝わっている。元禄二年、イノシシがを荒らしたため、農民が空砲を一回撃ったところ、驚いたイノシシはこの池に飛び込み、五島が死んでしまった。当時は、 小類やアレミの例が出されており、上田藩は、この池の東に死んだイノシシを埋葬し、イノシシの死の理由を記した木札を建てることを村人に命じたという。山田池は、慶安3年に2つの池を1つにまとめて作られたといい、この時の工事の指揮を取ったのが、伊勢国の山田の人であったため、そこから池の名前が取られたとの伝承が残っている。この工事の際に、 工事の設計書を見た上田藩は、包みが切れた時に浄化に、水の被害が及ぶことを懸念し、一尺定を低くすることを命じた。江戸時代後期には、料理やあぜでの薬草の栽培が行われた。昔、柳沢村に、欅があった。幹が6メートルもある、大きな欅であったが、ある年、欅の枝が折れ、翌年に天候が荒れて、山林のほとんどが倒れてしまった。 この年も欅の枝が折れ、翌年も天候が荒れたため欅に原因があるのではないかと村人は思うようになった。品の国の武将の手塚三森がこの地を通った際に村人が三森にこの話をしたところ三森はケヤキを倒してご神木にするように言った。これに従い村人はこの池で手を清め欅をご神木にした。このことによりこの池は手洗い池と呼ばれるようになった。 手洗い池の名前の由来には次のような遺説もある。工房大師が先山寺を創立した際に水たまりで手を洗い、後にこの水たまりの場所に池が作られた際にこのことにちなんで手洗い池と呼ばれるようになったという。また、この池は女王三年に作られたとも言われている。水田の開発にあたってこの地が池に選ばれたのは良質の粘土が取れ大洪水の際に 土石流を抑止できるためと考えられている。ありがとうございます。